バージョン 5.1 にて実装されたシロネン。圧倒的ギャルである。守護的ダウナー、獣耳、山猫系 DJ お昼寝ギャルお姉さんである。カズハに近い性能を持つという風な話を噂されているこのお姉さん。バッファーとしての性能が近いならば砂漠地方のギャルとも合わせたいですよね。という考えのもとギャルギャル編成と称してリシアシロネンの編成を考察していたんですけども、なんかしっくりこない。いやね、普通にねアホほど強いですし、編成火力自体もご覧の通り高いです。言ってしまうと回復効果を持つカズハと言っても言えるわけで、フリーナと組めばテンション稼ぎもできるカズハとも言えます。二突していないフリーナでもテンション稼ぎ自体はだいぶ楽にはなってますね。既存の蒸発編成のカズハの代用、あるいは上位互換としても認識できるわけですが、逆に噛み合いが悪い点もいくつかあります。あと何よりもカズハから切り替えた形がメインになってくるため、新鮮味という形はちょっと欠けているんですよね。シロネン出てくる時間も結構短いしね。まあですがそれでも強いのは事実。というわけで今回の動画は2本立て。前半戦はシロネンを組み込んだディシアの編成の中でも、まずはカズハから代用した時の蒸発編成について、カズハとの比較、シロネンの注意点、ローテの例などを軽くご紹介します。そして後半戦ではちょっと変わった新生ギャルギャル編成をご紹介していきます。ちょっとギャルっぽい人をもう一人追加しちゃいましょう。というわけで2本立てです。どうぞ。まずはカズハとシロネンを比較していきましょう。ご覧の通り一概に似ていると言ってもこのような差があることに関してはもう有名な話だとは思いますが、ことディシアの蒸発編成を語る際には特にこの辺が差別化点ですね。シロネンは何よりもバフデバフの効果時間が長いのはメリットです。カズハの場合は効果時間の関係でローテによってはバフデバフの効果が途中で切れちゃったりすることもありましたね。また先ほども語ってる通り、皆さんご存知だと思いますが、回復効果を得たことによってフリーナとの相性は良好です。凸が少ない段階からテンションを高めに持っていきやすいのはメリットです。単体回復なのはいい調整ですね。全体回復だったらやばかったと思ってます。ディシア、フリーナ、シロネンの場合は残った1枠はベネットが基本だとは思いますが、他の選択肢を取ってみたり、さらにダメバフを追い求めてカズハを組み込むことも実際できちゃいますね。持ち武器まで踏まえるとディシアの爆発に対してはカズハ以上のサポート能力があるというのはなかなかすごいですね。前半戦の最後にはベネットを組み込んだ編成のローテーションなどを紹介していきます。そして持ち武器二突に関しても文句なく強いです。ダメバフが 65% と雑に高くなるモチーフ武器、ディシアに攻撃バフを追加で負けるだけではなくフリーナの HP バフもついでに行える二突、あとディシアの固有テンプが切れた後でも中断体制を確保できる一突などは優秀ですね。蒸発火力を上げるものの効果時間が短めなカズハ二突とはいい勝負というところでしょう。倉庫バフに関しては基本的には半分ぐらいしか効果が生きないため、この辺はサイホスとの選択でトントンというところですかね。熟知型シロネンとかも面白そうではありますが、話を戻しまして、とりあえず優秀なことに関しては間違いないシロネンですが、ディシアと使う際に関しては何とかしたいデメリットもいくつか存在します。まずは結晶反応について。他のキャラにとってデメリットになることなんて本当にないこの反応ですが、ディシアにとっては敵からの攻撃を受ける機会が減ってしまうということになりかねません。これにより味方の肩代わりや自身がダメージを受ける機会も減り、火界や異界の武器効果が発動しないなんていう状況も生じ得ます。貫突異界なんかだったら HP64% 消えますからね。結晶反応はシロネンの性能というよりも怪人の起動という上では必要不可欠。なんなら爆発も確実に発動するため CT があるとはいえど結晶 2,3 個は生成されます。そしてもう一つが怪人のバフの発動問題があります。フリーナ・ベネットで使っていたらもうダメバフ 40% ぐらいなくてもやろうと思うかもしれませんが、ローテによっては炎結晶を作るのが難しく炎バフができない場合もあります。逆にこれはなくてもいいかもしれませんが、水の結晶を作ること、水元素の方の怪人バフも難しかったりします。どっちかになっちゃうんですよね。ローテーションをちゃんと組んでしまえばどちらの結晶反応も起こすことが可能なため案外気になることはないんですけども、
ベネフィールド上で爆発撃っとけば炎元素拡散が始まって確実に行えるというカズハとの違いはここですね。シロネンはこの点ではローテが固定化されて自由度が低いというのは注意点です。ではローテの紹介です。怪人のバフもせっかくだし2元素分で発動させたいよねということで水と炎の結晶を作っていきましょう。まずは手順から確認していきましょう。リシアのスキルを展開、フリーナのスキルをそこから展開、その後シロネンのスキル起動から通常1回、爆発撃って通常撃ってのバフ発動です。怪人4セット自体のバフ効果は確かに優秀なものの起動がちょっとネックですね。というのも今回のシロネンの場合はヤコンのカゴ状態で元素反応を起こす必要があるため、元素スキルでのヤコン状態でカゴに入った後、ここから炎と水がついている状態で結晶反応を起こしたいという感じです。ここでさらに引っかかってくるのが結晶反応自体にクールタイムがあるということに関して。実は結晶反応自体は1秒に1回しか発動しないようで、2元素のバフを与えようと思うと必然的にこのようにディレイをかける必要があるというわけです。今回のこちらの一連の流れに関してはフリーナの元素スキルに対してもダメバフを初動から与えようという目的をもとに使用しています。2ローテ目以降に関してはパーティーの HP が削れた状態から始まるためテンションを稼ぐことが容易にはなるものの、1ローテ目はどうしても立ち上がりが遅くなるんですよね。肩代わりのダメージが起動しているかやフリーナの突状況に応じてはテンションが溜まりきらないという状況もありえなくはないですね。この点を怪人の初動で補助しているイメージを持ってもらえればとは思います。この一手間加えるだけでフリーナのダメバフ 40% を与えることができるよと考えればお得に感じますね。ここまでやってしまえばあとは編成次第です。効果時間もの長さもあり、ここから先に関してはお好みの一枠の強化や展開を盛り込めばローテーションは完成です。なお今回の編成、基本的にどんな編成の場合でもフリーナは無凸などであればリシアの杯はダメバフ杯を持った方が火力が上がる傾向にあります。これはベネットやシロネの2凸の有無、または UQ4 ベネットといった変わった編成を用いてダメバフをさらに増やした場合でも同じです。ましてや赤い4セット使用している場合に関しては結晶でダメージを受けない状況になった際、さらにダメバフが必要になることもありえます。杯の選択でこうなるのも当然っちゃ当然ですね。ただ従来の編成と比べても攻撃杯や HP 杯を選択した時にも火力が出やすくなっているというのはあります。ではローテーション見ていきましょう。リシアスキル、フリーナスキル、シロネンスキル、一発殴ってからの爆発で、もう一回殴ってフリーナ切り替えて爆発、ベネット爆発スキルからのリシアでいきましょい。それとこんな感じ。まあ、蒸発が起こっているときは10万とか超えてますね。起こってなくても7万とかの数字が叩き出せてはいますね。これ結構いい感じの火力出てますね。でまた白ネン起動してフリーナのテンションを稼ぎしに行ってって感じです。2回目のローテからはね、案外ローテ気にしなくてもいいかもしれません。あのテンション稼ぐのが最初の段階でもうあの HP が削れた状態からスタートするんでね、その分簡単になるので、難しいことを考えるの嫌な場合はローテーションをこう崩してしまっても問題はないとは思います。またね、あのベネット今共感4セットとかじゃなくてあの有給持ってるんで、こうやって拾いに行ったらね、実はダメバフもらえるんですよね。ダメバフ超過剰状態になっているんですが、ディシャにとってはそれも結構ありがたかったりします。有給4ベネット案外ありかもしれませんね。ここまではいい感じに語ってきましたが、デメリットについてもしっかり掘り下げておきましょう。結晶反応、実際問題どれぐらいデメリットになるのか。確かに結晶を拾うかどうか自体は不確定要素。 UQ4 ベネットを使っていてわざわざ拾いに行く場合を除いて、結晶を拾う拾わないに関しては運ゲーです。ただこの運ゲーに敗北すると最悪の場合、ディシアに占める火ダメトリガーのバフが全て消滅してしまいます。ディシアの装備品としておそらく最も完成形に近いのが加海4セットに異界のしるべを装備したもの。私の環境のような異界貫突加海の場合、結晶反応によって被弾が抑えられることによって生じるバフの損失は、加海の効果にて被弾がないことによる元素スキル元素爆発に対するダメバフ 50%、 異界のしるべによる攻撃バフが 40%、
さらには結晶シールドの生成によるシールド判定によって HP バフ 64%。 まとめて見てしまうと白根の二凸があっても解消できないぐらいのデバフ効果にはなってますね。実際にシミュレーターで計算を行ったところ、火力の差はこんな感じ。当然ながらこれはバフが全て発動している状態と結晶によるデバフがかかりきった状態の最大落差の比較ではあるんですが、ここに他のキャラからのバフなどが追加されていくと考えるとちょっと問題な気がしてきます。結晶反応のシールド自体がまた敵からの被弾を受けないと解除することができないというのも問題だったりしますね。なんか結晶自体が即座に爆発とかしないですかね。これの解決方法は主に2つ。諦めていつものビルドを使うか、絶縁4に乗り換えるかです。まあなんで普段から絶縁4セット使ってる場合とか、異界のしるべ持ってない場合に関しては何も問題はないんですよね。編成の都合上、今回はエミリエとフリーナの併用に関しては難しく、燃焼編成をただ組む場合に関しては継続的な炎付着の補助ができるカズハの方が白根よりは軍配が上がると思っています。ということは、まあ燃焼編成御用達のトゲオモ超画ビルドが今回は使えません。となるとまあ選択肢になるのは絶縁となるわけでして、まあカジュアルに始めるという意味ではいいかもしれませんが、今まで抱え厳選してきた人にとっては少しばかり酷な話かなと思います。武器に関しても同等、今回は異界持つよりも武器効果無視した石核とか持った方がとなります。まあ逆にですが、これだけデメリットがあるあると言っておきながらも、既存の編成並みかそれ以上の火力を叩き出しているので気にしないのはありです。めんどくさかったら別に、ここに関しては結晶を拾った時あーあと思うだけの運ゲーと考えてしまうのも悪くはないかもしれませんね。それぐらいフリーナ白根の相性自体がいいという話でした。裏で螺旋をいろんな編成で回っている動画を回しつつ、前半戦の総評です。白根当然ながらめちゃくちゃ強いですね。まあギャルギャルとか言ってましたけども、それ以前に普通にバッファーとして強いです。当たり前ですが、回復効果を持ったことでフリーナの凸が少ない段階でもテンション化石が行いやすく、それでもってカズハクラスのバフを与えられる白根はそもそもディシアと使う使わない以前に引くべきキャラでしょう。しかしディシアと使うからこその問題点もいくつか存在し、多少の妥協や理解が必要なちょっと難しいキャラとなっています。戦ってる最中でも結晶反応がもにゃってしまったり、ミスるとフリーナに怪人バフを渡せない、逆にディシアにということもあります。このあたり単純に強化と言い切るのもちょっと違うかなとは思いました。カズハはカズハでやっぱり良さがあるんでね。逆にこの辺が気にならないんであれば、もう圧倒的に強いです。どうぞ使ってくださいという感じです。言うならカズハが青チャートなら白根は赤チャートかな。強いんだけど難易度とかめっちゃ跳ね上がってるよって感じです。というわけでここから先は後半戦といきたいところなんですが、ちょっとすみません、尺が足りませんでした。後半の原稿書いてたら思ったよりも楽しくなっちゃって筆が進んじゃいましてね。当チャンネルとしては珍しいですが、前編後編の2部構成に変更させていただきます。後編の方では岩共鳴とディシアを合わせたちょっと変わった編成の方をご紹介していく予定です。今回の動画と同時進行で撮影中ですので、よければお待ちください。それでは今回の動画はここまで。励みになりますので、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お相手は黒春でした。